KVM スイッチの概念図、KVM スイッチの例、KVM スイッチはユーザーが複数のコンピュータを一組のキーボード、ディスプレイ、マウスから操作するためのハードウェアである。CPU 切り替え機、PC 切り替え機という名称も用いられる。KVM はキーボード、ビデオ、マウスの略。複数のコンピュータが KVM に接続されているが、同時に 操作できるコンピュータの数は限定されている。最近の機種では、USB デバイスやスピーカーも共有できるものもある。一部の KVM スイッチは逆方向にも働く。すなわち、一台の PC に複数組のディスプレイと、キーボードとマウスを接続する。そのような使い方は一般的ではないが、オペレーターが一つのコンピュータに複数の位置からアクセスしたい場合に便利である。 ユーザーはディスプレイとキーボードとマウス一組を KVM スイッチに接続し、特殊なケーブルで KVM スイッチと各コンピュータを接続する。切り替えは KVM スイッチにあるスイッチやボタンで行い、それによってディスプレイとキーボードとマウスをいずれかのコンピュータに接続して使う。多くの場合、キーボードからのコマンド入力でも切り替え可能である。 各機器は接続できるコンピュータの台数に違いがあり、2台から512台まで様々である。大企業向けの機器では、デイジーチェーン接続できるため、さらにたくさんのコンピュータを一組のキーボード、ディスプレイ、マウスに接続できる。KVM スイッチは複数のコンピュータがあるが、それぞれにキーボードやディスプレイやマウスを用意するのが大変な場合に便利である。特に、 データセンターなどでは、ラックに多数のサーバーが格納されており、個々にキーボードやディスプレイやマウスを配置するのは困難である。この場合、KVM スイッチと一組のキーボードとディスプレイとマウスがあれば、オペレーターは任意のサーバーに接続して使用することができる。家庭でも複数台の PC を所有している場合に、KVM スイッチが便利であり、ノートパソコン。 タブレット PC、PDA などの過半デバイスを接続したり、Windows マシンと Macintosh でディスプレイとキーボードとマウスを共有することもできる。KVM スイッチは本来、受動的な機械的デバイスであり、単に複数のケーブルを接続するコネクタの間をスイッチでつないでいるだけで、今もそのような機器は非常に安価に販売されている。機械式スイッチは一般にノブをひねって、 コンピュータを切り返す。このような KVM スイッチはあまり多数のコンピュータを接続することはできず、通常は2台から4台で、せいぜい12台が限界である。最近では、機械式スイッチの代わりに、能動的電子回路を使い、より多くのコンピュータを接続できるようになっている。機械式、KVM スイッチの問題点は、ある時点で、キーボード等に接続していないコンピュータからは、 キーボードやマウスが切り離されているように見えるという点である。通常これは問題にはならないが、マシンのブートの際にキーボードやマウスが接続されていないことを検出すると、ブートが失敗したり、予期しない構成で立ち上がるといったこと。したがって、機械式、KVM スイッチはマシンが自動的にリブートするような状況には適していない。多くのノード KVM スイッチは、 周辺機器のエミュレーションを行っており、選択されていないコンピュータに対して、あたかもキーボードやマウスやディスプレイが接続されているかのような信号を送る。したがって、不意のリブートにも対応できる。周辺機器エミュレーションはハードウェアが行っており、コンピュータ側が継続的な信号を要求するような場合にも対応できる。 機械式スイッチの場合によくある問題として、スイッチの接触不良で画面の表示が乱れたり、キーーカーを認識しないことがあり、スイッチのノブを小刻みに動かしたりしなければならない時がある。濃度、KVM スイッチの問題として、信号を100%完全に伝えないことがあり、対象コンピュータ上でバグのような症状を発生させることがある。例えば、マルチメディアキーボードを KVM スイッチに接続した場合、コンピュータ側からは、マルチメディアキーが認識できないことがある。また、Ubuntu などの部、ハードウェアの KVM スイッチの代替となるソフトウェアとして、インプットディレクター、シナジー、バーチャルネットワークコンピューティング、テレポート、商用のマルタプリシティ、COBEM、マキシビスタ、PCANEWARE などがある。これらはソフトウェアで切り替えを行い、 ユーザーの入力を通常のネットワーク経由で送信する。これは必要な配線の数を削減でき、画面上で切り替えることで複数のコンピュータを使っていることを忘れさせてくれるという利点がある。しかし問題もある。ソフトウェアで代替すると、各サーバーやコンピュータに事前にそのソフトウェアをインストールしておく必要がある。当然ながらそのソフトウェアは OS が動作。また、 そのコンピュータが高負荷状態になるとアクセスもままならなくなる。コンピュータとコンソールを比較的離れた場所に置く場合、リモート KVM 機器を利用する。リモート KVM 機器は近距離リモート型と KVM オーバー IP 型がある。前者は、例えば一つの建物内でのリモートアクセスを実現するもので、アナログ KVM とも呼ばれる。後者はさらに遠隔からアクセス可能になるもので、 デジタル KVM とも呼ばれる。近距離リモート KVM 機器は最大300メートル程度まで離れたコンピュータをユーザーの手元のコンソールから操作できる。この手の機器は標準のカテゴリー5ケーブルでコンピュータとユーザーを接続する。対照的に KVM に USB のように USB とキーボードやディスプレイやマウスのケーブルの変換を行うデバイスでは 最大でも5メートルの距離でしか使えない。カテゴリー5を使う KVM 機器は閉ざされた乱環境で使うことを前提としており、独自プロトコルで通信する。このため、アナログ KVM と呼ばれることがある。後実する KVM オーバー IP に比較すると、ユーザーが気づくような零点子がないのが特徴である。小型のインターフェース機器をコンピュータ側に接続する。 その機器が信号をカテゴリー5ケーブルに適したフォーマットに変換し、ユーザー側のユーザーステーション機器に送る。ユーザーステーションはその信号をアナログ信号に変換して、キーボード、ディスプレイ、マウスに接続する。カテゴリー5ケーブルを使って接続していても、その信号はイーサネットとは異なるため、通常のイーサネットのネットワークと相互接続することはできない。 近距離リモート KVM システムは256以上のアクセスポイントを設定でき、8000台以上のコンピュータにアクセスできる。KVM 用ネットワークは専用であって安全であり、300メートルの範囲内で離れたコンピュータに自由にアクセス可能である。k v m オーバー IP デバイスは専用のマイクロコントローラと特殊なビデオキャプチャハードウェアを使い、 ビデオ信号、キーボード信号、マウス信号を捉え、圧縮してパケットに格納し、イーサネット上で送信し、受信側で展開して元の信号に戻す。ワン、ラン、公衆交換電話網などの上で TCP、IP プロトコルを使って遠隔から複数のコンピュータを操作できる。通常のネットワークを使うため、霊天使が存在し、ユーザーには 若干のタイムラグが感じられる。接続可能コンピュータ台数やユーザーアクセス数は常日の近距離リモート KVM よりも一般に少ない。多くの場合、ウェブブラウザを使ってアクセスするが専用のビューアソフトウェアを使った方が性能が良い。ただし、セキュリティには注意が必要である。多くの独自ビューアソフトが ActiveX や Java に依存していることも注意しなければならない。 また、使用便従来のリモート管理手法に比較すると、リモートコンピュータ側に何だソフトウェアをインストールする、必要がないという利点がある。したがって、BIOS 設定やブートの監視などにも使える。KVM Over IP アプライアンスは一般に1 2 8ビットのデータ暗号化を施している。KVM Over IP デバイスの実装は様々で、ある。 ディスプレイの表示をキャプチャするという面では、PCI 用 KVM オーバー IP カードをターゲットコンピュータに装着し、スクリーンスクレーピングのような技術を用いて、バスマスタリング PCI カードがグラフィックスメモリ。この場合、PCI カードが対象のグラフィックスチップが何なのかを知る必要があり、そのチップがどういうモードで動作しているか知っておく必要がある。そうすることで、 バッファーの中身を正しく解釈し、画面を再構成できる。オープ m a 管理サブシステムカードなどで使われている新たな技術として、業界標準の DVI バスを使って、グラフィックスチップから直接ビデオデータを取り出す技法がある。キーボードやマウスのエミュレートにも様々な技法があるが、最近では USB 接続のキーボードやマウスをエミュレートする実装が多い。 日本国内における KVM スイッチのシェアは2019年以降、1位、エレコム、2位、3位はサプライ、3位ラトックシステムの順番となっており、過去にはこの他バッファローや、これがといったメーカーが上がっている。ありがとうございます。